レッスン28。うわ。の発音。この発音はよく WH で出てくる記号になってくるんですけども、実際には What, Why, Where、この発音は決して Hoa, Why, Where とは発音しないので、これはですね、これまでやってきましたエクササイズ、おわおわ体操とぴよぴよ体操を組み合わせることで、非常に空気を食べるようなイメージの柔らかい、こう包み込むような音のイメージを取ることができます。なので実際に、ちょっとこの音を一緒に作ってみたいと思うんですけども、はい、まずですね、昼口ですね、軽く作ってもらって、ここから、スーパーソルでいきますけども、おわおわ体操で、すぼめて、で、ここからピヨピヨ体操で、で、ここで上下の唇が振動するようにして、軽く、わっと発音します。なので、昼を作って、わ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 、what, why, where。なんで、これを間違っても、ブーとか、ほわ、とは言わないように、この順番を守って、わと音を作るように意識してみてください。